どうもーいやーまた月曜日始まっちゃいましたね。お疲れ、ブリーフブリーフブリーフ弾ですよ、そんなもんは。そう。どうですか今日から月曜日。早くコンテンツビジネスマスターして、自由時になりましょう。会社に辞表を叩きつけよう、はい、僕もね、会社辞めるときね、結構、いろいろありましたけど、 まあその話はどっかでしてま, <laughs>、はい、まあでもね会社辞めても八8年鹿児島で独立しても八8年ぐらい経ちますけど本当にいいですあの出社とか会社の会社に縛られないっていうねあとあのまあ管理職の人とかだったらねめっちゃサンドイッチじゃないですか上からの圧力下の現場の 感じ、現場、会議室、僕が好きなね言葉がねあの踊る大捜査線のね青島警部のね事件はね会議室で起きてるんじゃない現場で起きてるんだっていう本当に現場で起きてるんですよだけどあの上からいろいろ圧力ありますよね <laughs> 事件起きてるし上からもう来るしみたいなこのサンドイッチのストレス半端ないと思うんですけどあのいいですよ 僕はお勧めするの,はあの一人企業ですね一人でやるとで一人企業するんだったらマジでコンテンツビジネスが最強なんですけれども今回ねコンテンツビジネスをする上でねこの無料と有料の違いって何ぞやって話で結構これかなりねあの分かんない人だったりとか悩んでる人多いのであのこれ講義しようかなと思いますまあこれ無料動画ですよね1円も払わなくてもクリックすれば見れますよね で僕、あの塾もやってます。ぜひ塾入ってほしいんですけど。<laughs> 無料と有料何が違うのと。で、これ昔はね、僕もう20年もやってるんで、昔はね、ここが違ったんですよ。無料と。そもそも無料っていうのは、昔ですよ。これ大昔の話なんだけど、有料の違い。これもう明らかなんですよ。無料には情報がなかったんです。昔ね。無料。 無料で調べても情報がないっていいうね情報がないでも有料買うとね情報を手に入れられるっていう話だったんですよこれ昔ね情報があ手に入るとまあ今もねぶっちゃけこれでやってる人もいるんですよこれでまあこれも通用する部分あります 例えば僕の塾に入るとすげえノウハウあるよみたいなその情報で差別化するっていうこともできなくはないんですけどただ昔とやっぱ今ちょっと違ってきて分かりますよ、ねまあ僕もこうやってね無料でねこんな講義作ってますけど結構有料級の話してますからね全然 <laughs> ま,あまあ分かると思うんですけど明らかにこれ昔ねこれ昔これ昔で今ですね今今。今 今は無料でもだからこのなんか悩みっていうかこういうのは出てきてるのが特に今なんか無料で情報があるんですよ情報があります情報あります情報ある、はい、有料も情報ですよね <laughs> どうすか <laughs> そう情報があると一緒やんと だからここで無料と有料ってどういう境目なんですかって話になるわけじゃないですか無料でもこんだけ情報出てるし僕も出してるわけですからでじゃあここで大事なことが何かっていうと有料と無料の線引きをする上で特に今の時代ですね特にこれからの時代これ特にこれからまあまあ今なんですけど未来ですね未来特にこの無料と有料の選別をする上で大事なことっていうのが 何かっていうとまあこれはもうあの,あのなんだあの情報を無料の場合は情報を出すということですねよりよりよりたくさんよりたくさんより質のいい情報を出すと昔は隠してたんですよわかります昔は隠、まあ、今もつ通用する部分あるちゃあるんですけど基本的に情報を隠してたんですよ で有料買うとこんな情報秘密が入るよみたいなまあ今もね本とか有,有料の本とかもね、まあ、秘密っぽい感じのねなんかあるじゃないですかうんでただ今は情報をたくさん出すとか、えー、質を高めるとかあとは、えー、とシェアするとかね情報をシェアしていくと、まあ、こういう時代ですっていうか未来もうこれです でここでまあ信頼信用を稼ぐってことですね。信頼信頼とか信用をここで稼ぎましょうって話です。まずは。まず,まずは信用とか信頼をここで稼ぐってことです。だ無料でも全部出してもいいんですよ。で、こんな話をするとね、無料で全部出したら有料売れないじゃないですかと。これね、売れるんですよ。<laughs> これ出せば出すほど実は売れるんです。なんでだと思います なこれねこんあのうんとねあ今日ビーズ切ればよかったですねビーズちょっとビーズ切ればよかったな、ね、<laughs> ビーズ切ればよかったなビーズね今日僕去年ねビーズのコンサート行ってきたんですけどでビーズのコンサートでねあのこれ23,000円したんですけど高かったなで買いましたよ人生で初めてねビーズこれビーズのコンサート行ってきましたよ ね、そうでまあそのコンサートとか分かりやすいと思うんですけど今なんか別にねなんだ iTune もあれば iTuneiTune もあれば YouTube もあれば PV 見れますよね YouTube で PV 見れますよねなんか iTune とかあとなんだ Spotify ですか Spotify とか <laughs> あとは、まあ、AmazonMusic とかね僕は AmazonMusic なんですけど、まあ、これで聞聴けるじゃないですか。でライブの,ライブの まあビーズさんもねライブで聴きましたけどライブで歌ってる曲その曲っていう曲の情報ですよね曲の情報この曲の情報とこの AmazonMusic とか iTune とか Spotify で聴く情報って一緒じゃないですかこれ同じですよねまあちょっとこっちはライブ感があるのでまあ あのちょっと受け取り方は違いますよだけど歌詞一緒でじゃないですか歌詞歌詞一緒ですよねほぼメロディーも一緒じゃないですか歌詞も一緒だしメロディーも一緒ですよねだけどね僕福岡で B’z のライブ行ってきたんですけどすごかったっすもう駐車場どこも止められなくて <laughs> もうなんか PayPay ペペドームで行ったんですけど そのペイペイドームから30分か40分離れたところしかもうなくて、で、そこに止めて歩いてね、ペイペイドームまで行って、めちゃくちゃ人やばかったです。本当に。で、そのグッズ売り場、グッズ売り場も多分何億円、すげえ売り上げ上がってる、グッズ売り場すごい。グッズ売り場なんか多分ね、僕もいっぱい、僕 T シャツだけ買ったんですけど、大体高いんですよ。高いんで、大体一人当たら、一人当たりの客単が1万以上なんですよ。だからグッズで1万以上でしょ グッズで1万以上1万円以上大体いっぱい買ってるんですよみんなファ僕はビズのファンだから行ったわけじゃなくてまあお誘いいただいて行ったんですようんでファンの人が結構行くじゃないですかで1万円以上買ってました大体、まあ、3万とか買ってる人いましたねでチケットもまあその席によってはねあの1万ぐらいするのかな僕のところは6,000円ぐらいだったかな まあそのね、席によってかチケットが変われるじゃないですかであと交通費ですよね交通費、まあ、福岡の人はまあ地元だから地元ですけど地元じゃ福岡の地元だけの人しか行ってないのかっていうとそうじゃないですよ僕は鹿児島から福岡行きましたけどでまあ誘う僕沖縄の熟成さんで沖縄の人綾さんっていう人いるんですけど綾さんに誘われて行ったんですよで沖縄ですよねで僕鹿児島でしょでそっか行ってるんですよ <laughs> 交通費ですね すごかったですよそうあとまああとここで飲食ですか飲食はちょっと関係ないですけどまあだから相当金が動くわけですよね経済効果すごかったビーズの経済効果すごいんじゃないかなと思うんですけどまあ話を戻しましょうこれ一緒なわけですよね出てるもの別に無料でもだからえあのビーズさんビーズさんもコロナの時かコロナの時にほぼ全部出したんですよ、ね、なんか僕たちにできることないかって無料でね コンサートのその情報、コンサートの,あの映像を流してましたよ。無料で。無料で <laughs>。どうすか <laughs> これなんでここにお金払うんですかなんでここにお金払うんですか一緒じゃないですか。なんで今後お金動くんですかお金払うんですか一緒ですよね。別にね、スマホで聴けるじゃないですか。って話ですよね。ここにね、大事なところがあるんですよ、これからっていうのは。これからは この情報をこの有料の情報っていうのをねちょっとね形を変えていかないといけないですよね形をこの情報を情報を情報として売るんではなく情報情報をここポイントねメモっといてください情報を昔は情報を情報で売ってたんだけど情報なかったからね 情報を情報で売るのではなく情報をね例えば体験に変えるとか体験っていう付加価値をつけるとか環境っていう付加価値をつけるとかねあとコンテンツビジネスだと,あとサポートとかねまあまあ環境サポート入ってんだけどとかあとコミュニティとかねあと生とかね まあこれ実際にねその、えーと、生でやってる人もいますよね。実際に直接お会いして、あのまあ、ちゃんとそのリアルのセミナーみたいな、ねまあ体,験まあ、体験ですよね。とかまあ、こういう形に加工していくということが大事ですで要はより。要は参加型ですよね。参加。参加するっていう。ここに参加するっていうイメージとしては。有料は。ここに参加すると。これは見てるだけね。入り口。 ここで信用とか信頼を稼ぐで、えー、入り口として使うとお客さんとの関係性つながりい,いっぱい情報を出してシェアしたりとかいろいろやってお客さんとのつな、えー、がりを作るる、ね、入り口を作るきっかけを作るそして信用信頼を稼ぐでそしてこっちで有料はこの体験とか環境とかサポートとかそういうので付加価値をつけて有料で売るということです で、そうすると何かっていうと、この参加型にすると、参加って何ですかって話なんですよね。参加って何かっていうと、お客さんが行動するよって話なんですよね。行動しやすいってことですよね。参加してんだから。どうですか僕も無料で YouTube で、これからもね、吉谷拓郎コンテンツビジネス学院ってね、毎週月曜日やっていきますよ、ずっと。無料でね。でも、見て、こっちはね、見てるだけなんですよ。ね、見てるだけでしょ。ね、こっち見てるだけでしょ。 でも例えば僕の塾に入りましたと塾に参加するっていう話ですよねコミュニティに参加するっていうでそうするとお客さんの行動する原動力ってのは変わりますよねあのね僕,コンあの僕ビジネス脳があるのでそのコンサートに参加する人どんな人がいるのかなっつってねもうめちゃめちゃリサーチしてたんですよめちゃめちゃリサーチしてました だからねビーズさん聞いてた部分あるんですけど逆に言うとビーズのライブに来てる人をずっと見てた部分あってで隣の隣の隣ぐらいで女性の方一人で多分来てたんですけど一人でね。めっちゃ楽しんでましたね。 もうめちゃめちゃ絵がめっちゃもう,もう僕その女性の方ずっと見てましたからねで僕の隣の方も女性だったんですけどこの女性の方はね、まあ、あのなんか思い出の曲が流れた瞬間泣いてました泣いてました <laughs> めちゃめちゃ面白かったすそのさビ,ビーズすごかったですよすごいいやあれをねなんかねあのまあ年ビーズさんってあのたあの 稲葉なんだけど、PayPay ペペドームまあまあでかいんだけど、そのマイクなしのパフォーマンスもしてましたからね、歌声。神の歌声だなと思うんですけど、マイクなしで歌って、そのあの PayPay でけえ PayPay ドームで音声伝える、音量伝えるみたいなね。あれ普通できないですよ。<laughs> しかもね、僕びっくりしたのが、僕ライブあんま行かないですけども、なんかあの、 この CD 音源とか、この音源とライブって、その、ここって調整できるじゃないですか、いくらでも。だから、ライブだとちょっと下手とかね、ちょっと音源ずれるとかあるじゃないですか。ビーズね、すごかった。ここの音源と変わんねえんだもん。<laughs> ライブがね。マジすげえなと思いました、あれは。音源変わんないってやばないですかこれやばいんですよ。だってここ調整できるからね。 ぶっちゃけちょっと下手でもここ調整したらうまく聞こえるんですよね。編集してるから。だからライブ聞くと、あれ残念みたいなね。たまにある、あったりしませんまあ僕は行ってないですけど、そのライブ映像とかいっぱいあるじゃないですか。で、それ見ると、あれこういう人下手じゃねみたいな。なんか CD のその音源はめちゃくちゃ綺麗なんだけど、ライブで聞くとなんか、あれなんかずれてるなとかね。なんかちょっとあれだなみたいな。あるじゃないですか。ビーズやばい。<laughs> すごい。あの子マジすごいですね。神です。稲葉さん。 まままあまあまあそんな感じですだからこのこれからは特にこっちの意識してくださいこれ環境を作る参加型にするってことですねよりでもねこれ簡単なんですよめちゃくちゃ簡単ですまあこう概念はこうなんだけどやるべきことは単純ですやるべきことは単純なんですよこれは概念ねただあなたがやるべきことはめちゃくちゃ簡単はい えっと、名前をつく考えてください名前 <laughs> まあ僕の塾だったらねドリームアカデミアっていうねドリームドリームアカデミアっていうねアカデアカデミアなんだアカドリームアカデミアっていう名前を作ってで塾をやってるって話なんですね。っていうそれだけなんですよ ここれだけです。やることは。あなたの塾だったりとかあなたの商品の名前を作るってことですねコンセプトを作るとかね、はい、これだけですでここに価格をつけるとかここに価格をつけるってことですね、はい、で売るだけです でそうするとさっき参加とか行動っていう話しましたけどこれを作って売ることによってお客さんここに参加するじゃないですか買って参加するともうその時点でね有料で払ってるわけですからあの行動しやすくなるわけですよ無料の情報って行動しづらくないですかだって無料なんだから行動しなくてもあの何もいいじゃないですか別にでもお金払ってるんだったら行動しますよね しやすすいですよ、ね、まあお金払っても行動しない人もいるんですけどあの行動しやすくなるわけですようんなんかやることは単純ですよもうなんか塾のパッケージとかなんか商品とかその作って価格をつけるって話ですそしてセールするただそれだけです、はい、これだけですやることは超シンプルただベースとしてはこういうところを意識するといいですよと逆に言うとこれを意識してやると売りやすい部分もあるし いや無料と有料の違いも出せるじゃないですか。例えば僕のドリームアカデミアだったらこのサポートで言うならばまあこ,これちょっと長すぎるんだよね真似しなくていいと思うんですけど僕だったらサポートね他の塾と差別化してる部分があってドリームアカデミアのまあ本コースとかアドバンスコースっていうのはあるんですけどまあ60歳までサポートしますよみたいな。トライアルコースはね1年ぐらいなんですけどもあ本コースとかはね60歳までやりますよと。 僕今41です。ね。今年42歳ですけど、今年42歳ね。今年の10月で42歳になるんですけども、あと18年ありますよね。18年間サポートしますよ、みたいなね。であとは講義のアップデートとかありますよ。そういう環境ですよと、そういう環境ですよ、という話ですよね。はい。っていう付加価値をつけて売ってます。うん。で、正直ですよ。これあんま言いたくないですけど、僕動画本数めっちゃあるじゃないですか。 だから動画本数めちゃめちゃあるので無料でその公開しているものと有料で公開しているものが全くかぶりがないっていうのはないんですよ。どっかでかぶってます。どっかで100%。だからドリアカで教えてることも無料で話してます。どっかで。どっかで間違いなく。無理です。かぶりなく話すって。<laughs> 無理よね。 なんだけど僕の場合だとこれもでできるんですよ僕の場合ちょっと動画がお、まあ、僕の場合じゃなくても僕の場合じゃないパティもちょっとお話ししますけども実はその情報の付加価値において今ね先ほどねこの情報が昔はなかったんだけど情報が今あるわけじゃないですか。で情報があるんだけどこれねメリットでもありデメリットでもあるんですよ。情報が 情報が無料の情報が無料の情報がたくさんあるこれねメリットに見えるようでメリットに見えるようで実はデメリットなんですよ最近ねめちゃめちゃこれ感じます最近特にこうデメリット なんでデメリットだと思います情情報報が無料でででたくさんんあるんですよだから言い方伝え方を変えればめっちゃこれ稼げるじゃないですかみたいなだって情報無料であるんだからっていう言い方もできるんですけど実は本音を言うとデメリットなんですよ。なんでかっていうと A さん初心者の A さんねこれからネットでお金稼ぎたいっていう A さんがいるじゃないですか。 無料の情報がねうわわわあるわけですようわーこれも稼げるよあれも稼げるよいろんな人うわーうわーうわーって発信してますねうわっってじゃあこの A さんどうしますこの A さん <laughs> どれがいいのかなこっちかなこっちかなこっちかないやこっちかないやこっちかなやっぱ AI かなとかねこっちかなこっちかなえこれ稼ぎやすいですかこの状況稼ぎやすいですか どう考えても稼ぎ超稼ぎづらいですよね。絞れないんだもん。あっちの人はこう言うこっちの人が言うこんな稼ぎ方がどんどんいろんな稼ぎ方が出てくるしかもその情報がいっぱい出てくるわけですよ。これ稼ぎづらくねで俗に言うこれでノウハウコレクターですよね。ノウハウコレクターになるっていう人が続出しています。<laughs> 昔に比べるとノウハウコレクター続出ですね。 昔はノウハウコレクターできなかったんで情報がないからそも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 ねそんなに出てないからね今はノウハウコレクターし放題なんで稼ぎづらいんですよ情報いっぱいあるからだからあなたがねあなたが一個に集約してこの塾にこの塾,この塾にこの塾に入ればこの塾一本で大丈夫ですよと情報をまとめてあげるここの情報をしっかりまとめてあげるってことですね で、ここに付加価値ができるってことですね。付加価値。情報をまとめてあげる。か昔からまとめサイトとかあるじゃないですか。で、なんでまとめサイト行くんですかそれは情報がまとめられてるからですね。どうですかカウントダウン、まあ僕ちょっと古い世代なんですけど、昔深夜ね、カウントダウン TV っていう、その CD が8センチ時代ですね。CD が8センチ時代のね、深夜ね、カウントダウン TV って見てたんですけど、あれもね、カウントダウン TV 今もやってんのかな あのー、情報がまとめられてランキングがあるからですよねだってめちゃめちゃその曲ってあるじゃないですかめちゃめちゃ曲ありますよね無限に多分無限にありますよねどうですか <laughs> それを1位とか2位とかにまとめてくれるから見やすいんですよねあ今1位これか2位これか売れてんのこれかってまとめてくれるからそ,うそこになんか価値があるわけじゃないですかだから ここまとめてあげるだけでも価値がありますよって話なんですよ、ね。だから僕も動画いっぱいあるじゃないですか。じゃあ大丈夫です。ドリームアカデミーは入らなくても大丈夫です。僕3万本ぐらいアップしてるんで、それどっか見て、どっか勝手に探してね、勝手に探してもらって見てもらえれば、ノウハウ学べます。これしんどくないですか,だか ?3 万本の中からいろいろ探さないといけないですよ。ここ入ればいいじゃないですか。<laughs> って話です。 で、それは僕は動画の本数多いんで、僕自身のことを言っても OK なんですよ。だって3万本の中から探すのはしんどくないね。を <laughs> まとめられてるわけじゃないですか。で、これは僕が本数多いんで、僕はそういうこと言えるんだけど、そこまでやれる人いないと思うんで、世の中ですよね。世の中の情報たくさんあるよねって話ですよね。で、実際にこのトーク、トークスクリプトは100%刺さります。 100%ではないか。まあ、かなり9割ぐらい刺さるじゃないですか。だってみんなそうなんだもん。悩みますよ。だからこれからじゃあ情報が増えますか減りますかこれからの未来、情報は減りますか増えますかどっちですか発信する人は増えますか減りますかどっちですかこれ情報増えるし発信者増えますよね。昔は小学生が YouTube をやるなんてなかったですよ。まあ、そもそも YouTube なかったしね。どうですか 今ね、中学生とか小学生も YouTube やったりとかしてるんですよ。どうすか ?SNS 当たり前世代です。SNS 当たり前世代増殖中です。情報インターネットの情報って増えると思いません絶対増えるじゃないですか。じゃあ増えたらどうなりますあのあの迷子の迷子のなんじゃ迷子の迷子の子猫ちゃん。 なななんんんちちちゃゃゃゃららどうしたののっってあるるじいいいでですすかか確迷子猫ぱ出わけよだから迷子の子猫ちゃんを保護しないといけないんですあなたはねあなたは <laughs> あなたはコンセプトを作って塾とかそういうのをパッケージを作って有料の商品を作ってこれ学んどけばいいですよっていうのを作ればいいんですよ。わかりますでそ,そこにさっき言った概念も入れつつね入れつつしっかり付加価値をさらにもうつけていくってことですよ。 であれば大丈夫です。であとねここの無料と有料の情報が被っちゃうっていうのはしょうがないんですよただしこれね大事なポイントがありますこれ結構テクニカル的な大事なポイントがあるんですけどこれはやっちゃダメねこれは僕もやってないんですけども確かにかぶるんですよかぶるんだけどやっちゃいけないのは無料のまあコンテンツだったらね無料の動画あるじゃないですか無料の動画。 無料の動画ありますよ、ね、でその無料の動画だから例えば塾に入ると塾に入るとじゃあ例えばああ分かりやすく言うと今吉谷拓郎コンテンツビジネス学院っていうのは無料の動画これ作ってるじゃないですかでこの動画をまるっとそのままコピペでここに入れることですねまあ考えれば分かると思うんですけどどうですか 今こ、のこの動画を、この動画そのものを完全に丸コピーして、ここに入れて塾です、みたいな。だから、1ミリも変わってない感じですよね。1ミリというか、その、その、見てくれというか、ね、塾に入ってコンテンツを見たら、これが流れるってことするんですよ。あなたはこれを見て塾に入ってるわけですよね。で、塾に入るとこれを見るわけですよ。一緒みたいな。どうもーみたいな、ね。 月曜日どうですか毎回見るとね月曜日どうなんだみたいなね <laughs> かります <laughs> これは微妙ですよね考えればわかりますよねだからかぶってもいいんだけどもなんだ内容はかちょっとかぶってもいいんだけどしっかりこれ用に作るってことですねこれこれ商品有料商品用に作るってことですね有料の塾とか商品用にしっかりと作るってことですねまた 内容はちょっと被ってもいいんですけど、また作り直すってことです。ここは大事。オッケーですか。うん。これはね、大事ですね。はい、僕もあの気をつけてるのが有料の講義ですよね。有料の講義はジャケットを着ます。で、有料の講義はね、それではスタートしますみたいな感じであの真剣にやってます。 だまってやってないですよ。有料の <laughs> 塾でね、だまってやってないですよ。これね、ちょっとわざとやってる部分があるんですけどね。無料と有料の差がちょっとないといけないので。だから無料は楽しく、僕はコンセプトとしては無料はお客さんとのつながりだったりとか、無料は楽しく学ぶってことですね。基本的に勉強って嫌いじゃないですか。どうですか勉強。勉強めんどくさいでしょうね。 で無料は楽しくおちゃらけて楽しく学ぶっていうコンセプトでお金払っていただいた人に関しては真剣に学ぶってことですね真剣に学ぶっていうねお金払ってでも真剣に学ぶ人に対しては真剣に講義を作るって話ですねでちゃんとねひげも剃ってもうひげってますからね多分ひげ剃ってない講義ないんじゃないかなあとジャケットも着てうんやってます、はい、バッチリとかっこいい吉谷さんが有料 買うと見れますよいいらん <laughs> いらんん <laughs>、まああとは、まあ、最近ねこういうふうなホワイトボードのね無料のコンテンツもこう出すようになりましたけども昔まではまあね動画見ていただければ分かりますけど基本あのなんかカメラに向かって喋ってるだけみたいな僕はね。で有料,が入有料に入ると、まあ、ホワイトボードで真剣に喋ってるみたいな話ですよね。無料は あのカメラに向かってただこうやってウイーって喋ってるだけでで有料を買うとなんだその話してる内容はい、かぶってる部分あるんだけどホワイトボードでこう解説があるって話ですよね細かくねうんただまあ,あの今はね、まあ、一番最初に言った通りこういう感じになってきてるので僕自身もねコンテンツビジネスを教えてるわけですからコンテンツビジネスのね まあ講義をねしっかりやっぱシェアして公開していかないといけないなっていうことで始めたわけですよ。いだって今までこういうシリーズなかったからねそうコンテンツビジネスの塾を教えてるのに、まあ、それがないわけですからこれからはここなんでそういう部分も含めて無料でこういう講義ですよねただ意識してるのは無料は楽しく学ぶ有料は真剣に学ぶっていう選別ですねうんまあいろいろちょっとお話し,しましたけども まあまあまああのー、そういうことなんですそういうことですそういうことです、はい、でも面白いですよねそのーズさんのお話しましたけどどうですかビーズさんビーズさんのお話し,しましたけどそのライブ行ってもねライブ行っても一緒なんですよ聴くも、ね、<laughs> 別に自宅でも聴けるんですよビーズの曲家でもね だから僕はやっぱここだなっていう。だから今ね特にアーティストさんって売り上げを上げる上でっていうのはもう体験に振ってるんですよ。やっぱねコンサートにが一番金が動くんですよね体験に。だからあの昔はその情報がなかった時は 情報がなかった時っていうのは、インターネットがなかった時っていうのは、CD を売って売り上げを作るみたいな話ですね。CD、あの、そういうインターネットがなかったね。インターネットでもう気軽に聞くとかね。そういうのはなかったんで、CD を販売して売り上げを上げるっていうのが結構柱だったんですよ。だけど今、この時代は、情報がこう出てる。YouTube でいくらでもプロモーション PV 見れますよ。ね。あの、あのなんだ、CD 売れます今。 CD 売れないですよね。昔に比べると。昔なんかミリオンヒット当たり前の、当たり前ではないですけど、結構バンバン出てましたからね。だかそう、宇多田ヒカルさんなんか700万枚ぐらいか。ファーストアルバム。ファーストアルバム多分700万枚か800万枚売ってるんですよ。異次元ですよ。今700万枚、800万枚売れる CD のアルバム出せる人多分いないですよ。もう二十20年前ぐらいの話ですけどね。宇多田ヒカルさんのファーストアル,アルバム。 今売れないです、ね、800万枚だけど、まあ、そこからちょっと時代がたって、まあ、AKB かりやすすいですね AKB 商法分かりやすすいですよね AKB 商法は <laughs> 最近はちょっとあれですけど AKB さんが行った時なんかは CD 売らずしてね、まあ、知ってる方は知ってるかもしれないですけど CD が売れない時代でも100万枚とかね200万枚とかねミリオン出しバンバン出したりとかしてたんですよ。 で彼女たちは、まあ、秋山さんがプロデュースをしてたのかな彼らは CD じゃなくてこれを、えーとね、あの握手券とかね握手券とか投票券とかねすごかったですよだから昔ね画像検索するとそのなんかあの5000枚 CD 買うとかね <laughs> だからそのそのなんかイベントにもうだからこの CD でも言うんじゃなくてその投票ですよね AKB の投票イベントして でここも参加ですよね。ファンの人に参加してもらうと分かります参加してもらうっていうで参加するためにはこの CD 買うとこの投票権とかお推しメンの人に投票できますよみたいな参加型にしたんですよ CD じゃなくて参加にしちゃうんですよねこのイベントっていうのを作ってうんでいっぱいもう推しメンの人にそのセンターに立ってほしいみたいな感じでもう金持ってる人はねもうこの段ボール箱ブワー,ーみたいな なんかな、1000万とかですよ。3000万とか。多分ま、まだ画像残ってるかわかんないですけど、これぐらい c d 買う人がいるっていうね。これ昔じゃ無理でしょ一人当たりですよ。一人当たりの客単が3000万、3 0万、c d 買うのに3000万みたいなね。<laughs> どうすか。そりゃ100万枚いくよねって話ですよね。それ二200万枚いくよねって。だって一人当たりの,あの枚数めっちゃ増えてるんで。 昔は CD1 枚だったわけじゃないですかだけど CD もう何千枚買うみたいな話ですよねだから CD 売れなくてもこのミリオンヒット出した理由っていうのはこういうことやってた参加型にしたってことですねこれもこれも参加型です だ今もうほねアーティストさんはもうライブだから無料でその情報を流して特に YouTube が今 PV とかすごい PV に結構力入れてるんですよアーティストさんはもう PV で無料で PV を誰流してできっかけファンになってもらってコンサートに来てもらうでコンサートですげえお金が動いてくって話ですねまああとはグッズ売ったりとかねだから CD はだから音源は入り口ですね 音源は昔はその音源が CD として売ってたんだけど今はしその歌自体はお客さんとのつながりフックみたいな話ですで違うところでキャッシュ回しあの動かしてビジネスしちゃってるっていうところは結構多いですねうんまあそういう流れですインターネットが出てきたんでねうんはいはいそんな感じでございますということで「ドリームアカデミア」入りましょうなかなか動けないですよ動けない <laughs> 迷える、迷える子猫ちゃん、大募集僕が保護しちゃいます <laughs> う今何分分か、はい。まああとね、ドリアカはちゃんとあの,あの、真剣にやってますから。こんな感じじゃなくて、真剣にしっかり、じっくりやってます、ね。まあ一応真剣にやってます真剣にやってますでもコンセプトは楽しくなるので無料はね、僕は。 はい。では終わりたいと思います。まだね、裏メルマガ登録しないよって方は、裏メルマガ登録しておいてください。まあ僕の有料商品とかは全部裏メルマガの方でしかご案内してませんので。まあ,あとに、ね、一応本も出してますので、ちょっとプレミア本に今なっててちょっと高いですけど、本もありますので、興味があれば買ってみてください。はい。では終わります。ご視聴ありがとうございます。